日本政府中国空母に対抗急ぐレーダー配備前倒しへ北大東島。産経新聞によりますと、日本政府が沖縄県の北大東島に対する航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーの配備を大幅に前倒ししたことが明らかになりました。現在、北大東島付近において中国の空母が活発に活動しておりますが、残念ながら沖縄周辺では 自衛隊のレーダーが不足してしまっており、日本の防空網に穴が開いているとの指摘もございます。まあ、そういった中で日本政府が対応を急いでおりますが、まあ、さらに香港メディアによりますと、中国の3隻目の空母が今年後半にも浸水すると報道があり、今後中国の脅威はさらに増大するものと思われます。 現状、ロシア・ウクライナ戦争を見ますと、七つもの国家が戦争を引き起こす可能性がかなり高まってしまっており、速やかに日本の抑止力を強化する必要がございます。現在日本政府はすぐに配備でき、効果も大きい、このような移動式のレーダーや電線装備で抑止力を強化しておりますが、ロシア・ウクライナ戦争を見ますと、 今後ですね、抑止力を強化するために、あらゆる装備、弾薬、人員が必要になることは明らかでございます。日本政府には、これまで推し進めてきた自衛隊の少数成化を見直し、重装備で大規模な抑止力の完成を急いでいただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。